はいどうも、焼き TV のゆきです。はい、ということで今回は指助の紹介っていうことでやっていきたいと思います。今回紹介する指助がこちらで UAGFB の指助コンプリートになります。以前おすすめの指助紹介みたいな感じの動画作ったと思うんですけど、まあ、その時に僕は持ってなかったんですけど、これ間違いなくいいやろっていうことで、もうなんというか値段の割にめちゃくちゃクオリティ高いっていう感じで紹介させてもらって、個人的にも気になったんで今回買ったっていう感じで、その中では UAG フィンガーボードっていう風に紹介してたんですけど、正式にはフィンガーボードではなくて UAGFB らしいです。そんな感じで今回はこちらの UAGFB のコンプリート紹介させていただきたいと思います。ということで、まずこちらのコンプリート価格なんですけど、5500円になります。まあ2種類あって、2750円のやつと5500円のやつがあって、今回僕はその上のグレードの5500円のやつ買いました。 Amazon でも売ってるんですけど、 Amazon だと7000円か8000円ぐらい確かするんですけど、 UAGFB のオンラインストアから直接買えば5500円で買えるっていう形で、プラス送料で200円なんで、まあトータルで5700円でゲットできる、まあそういった感じのコンプリートになります。デッキの素材がカナディアンメイプルで5プライ、5枚の板をプレスして作ったっていう感じのデッキになります。でシェイプが今回スリムシェイプっていうものを買って、ノーズとテール若干絞ってあって、リアルスケートにかなり近い感じのシェイプになってます。キックの付き方なんかもリアルで、ノーズの方が若干高くついてるっていう感じで、かなりスケボーに忠実に作られてる、そういった感じのデッキになってます。幅が 33mm で、太めのデッキでトリックとかもやりやすいです。足回りがトラック、まず UAG のプロトラックがついてあって、このナット類全部ロックナット使われとって、まあ、ロックナット使われてることによってこの緩みにくくなってるっていう感じで、もうほぼほぼ緩まないって言ってもいいぐらいなんですけど、まああのロックナット使ってなかったら勝手にナットが緩んできて振動とかで、で最悪ナットが飛んでビールがぶっ飛んでトラックがバラバラになってっていう、まあそういった可能性があるんですけど、ロックナット使ってるから安心だぜみたいな、そんな感じになってます。ビールがハックウィルスって言ってウレタン製のビールがついてます。でしっかりベアリングも中に入ってるっていう感じで、こんな感じでめちゃくちゃ回ります。グリップテープがスポンジタイプのものついてて、このグリップテープめちゃくちゃ食いつくんですよ。まあちょっと見といてください。やばくないですか。まあ、こんな感じでめちゃくちゃ食いつくグリップテープです。今回この動画を撮る前に結構ね、どんなもんなんかなって気になって指すけってみたんですけど、まあ見ての通りめちゃくちゃ食いつきいいし、キックの角度とかもちょうどよくて、オーリーとかめっちゃやりやすくて、コンケーブも結構緩めな感じで、まあこれ好み分かれるかもしれないんですけど、緩い方が個人的にはいいなっていう風に思ってて、なんでかっていうと、コンケーブ強くついちゃうと指の接地面が若干減っちゃうんですよね。まあその辺コンケーブが緩いっていうことで、指の接地面がすごいしっかり確保されて、まあ、その分抵抗というか摩擦を起こしやすくなるんで、オーリーとかもすごいしやすくて、まあ、それプラスでめちゃくちゃ食いつくスポンジのグリップテープついてるっていう感じで、もうオーリーがもうめちゃくちゃ簡単、めっちゃ楽しいこれほんまに。まあ、こんな感じでオーリーがめっちゃ簡単やから、こういうカーブとかこんな感じでめっちゃ楽なんですよね。めっちゃ簡単に食いついてくれるから、このトリックをかける時の形を作りやすくて、まあ、そんな感じでめちゃくちゃやりやすいです。まあ、フリップとかもこんな感じでめっちゃやりやすくて、フロントサイドのビッグスピンとかこんな感じでめっちゃやりやすいんですよね。このスポンジグリップテープとデッキのシェイプの感じがすごいマッチングしてて、5プライなんやけど厚みもなく、すごい弾きのいいデッキに仕上がってて、弾きもいいしグリップも良くするっていう感じで、すごい軽い位置からでトリックをできるっていう、まあそんな感じの指付けですね。で足回りなんかもトラックもちゃんとこんな感じで機能してくれるし、ウィルも素材ウレタンっていう感じでスケボーと一緒で、ただウレタンって昔のイメージだとグリップしすぎて、その指付けやったらこういう180のドライブの動きとか結構しんどかったっていうイメージあったんですけど、その辺ウレタンでも固めに作ってあって、全然ドライブとかも入れやすくて、こんな感じで180とか楽勝でできます。まあちょっとぎこちなかったけど、リバース系のトリックとかま
まあ、ぎこちなかったけど、ウィールもめちゃくちゃいい感じで、足回り全体見てもいい感じっていう感じで、ほんまこれ5500円にしては良すぎるんですよ。ほんまに昔じゃ考えられなかった、そんな感じのコンプリートなんで。で、前の動画のコメントでベアリング付きのウィールとなしのウィールどういう違いがあるのかっていうところなんですけど、ここにいい感じのキッカーがあるんですけど、まあ、ここからちょっと転がしてみましょう。で、まあみんなが知ってるである指付け、まあ、このプラスチックのテックデッキですね。ウィールにベアリングは入ってないです。まあ、これをね転がしてみましょう。まあ、こんな感じです。それに対してこちらウィールにベアリングが入ってます。 UAGFB の指付けどうなるか。まあ、圧倒的に違いますよね。もう見ての通りめちゃくちゃ回るんですよ。もう木村拓哉やったら多分ちょ待てよって言ってるから、まあそれぐらいの差があるという感じなんですけど、まあよく転がったら何がいいかっていうと、もうこれスケボーと一緒なんですけど、トリックやるときに余分な力がいらなくなります。まあ、スムーズに回転するっていうことでトリックする時の抵抗が少なくなるんで、その分力を加えなくてトリックできるっていう感じで、まあスケボーやったらそうやな、路面いいとこと路面悪いところどっちの方がトリックやりやすいかって言ったら絶対に路面いい方で、それはなんでかって言ったら結局のところよくウィールが回ってくれる、ベアリングが回ってくれるから、まあトリックがやりやすい。それに対して路面悪いところやとウィール、ベアリングがまあ回りにくいっていう感じで、トリックする時に余分な力とかが必要やったりで、まあやりにくいっていう感じで、まあそんな感じですね。なんで指付けでもベアリングあった方がもう断然にいいし、なんならもう最近の指付けじゃベアリングは絶対必須やなっていう感じで、一昔前だともうベアリングのウィールは高級品みたいな、まあ、そんな感じでそんなんいるぐらいの感じやったとは思うんですけど、もう今じゃベアリング付けのウィールはもうほんま必須っていう感じで、あった方が断然にもうオーリーとかもやりやすいし、まあ、こんな感じで、まあ、そんな感じでベアリング付きのウィールっていうのはほんまにおすすめです。まあレビューとしてはこんな感じですね。ほんまに5500円にしてはほんまクオリティ高くて、もうディテールがスケボーにすごい近い感じでかっこいいですよね。このトラックの曲線の感じとかすごいいいし、ウィールのシェイプもこう今流行りのコニカルシェイプ的な、まあそんな感じで、ほんまにねもう実際使ってみてさらに強くちょっとおすすめできるなっていう感じの指付けになります。前回の動画では16,500円の指付け使ってるぜみたいな感じで言ってたんですけど、まあ、あんまり差感じないレベルでもほんまにすごいいい指付けなんで、もう全然トリックとかもバチバチにできるし、ヒールフリップめっちゃ僕苦手なんですけど、このデッキに変えてからちょっとだけできるようになって、まあこんな感じでちょっとだけヒールもできるようになったんですよ。そんな感じでね結構やりやすいですね。このシェイプもキックも角度強すぎず、コンケーブは結構緩めにつけてっていう感じでね、指付けのこの指の当たり具合っていうのをちゃんと計算して作ってるっていう感じで、で結構前かな、商品紹介した時にコメントでデメリットを教えてくださいっていう風に、まあなんかのね商品紹介した時に書かれたんですけど、今回に限ってはもうデメリットは全くないです。この5500円っていうコスパでもう1万円台の指付けをちょっと超えるぐらいの、もうそれぐらいのものを手に入れれてしまうっていう、なんでまあこれからちょっと本格的に指付けやろうかなって、まあ、ガチでちょっと趣味としてやろうかなって思ってる人はこの UAGFB のこのコンプリートから入るっていうのはほんまにありやと思います。ちょっと5500円はっていう人は下のグレードにはなってしまうんですけど、2750円でコンプリートあるんで、デッキは一緒なんでね、足回りがちょっと違うっていうだけで、そっちもちょっと検討してみてはいかがでしょうかっていう感じで、指付け界をねちょっと震えさせるような、そんな感じのコンプリートになってます。で個人的にちょっと面白いなって思ったのが、このコンプリート買った時についてくる工具なんですけど、こんな感じの工具になるんですけど、なんかすごい見た目ですよね。だいたい工具ってこんな感じで、これがブラックリバーっていうところの工具になるんですけど、プラスがあって六角のナット締めるやつがあってっていう感じで、でこれが一番みんながよう見るやつかな、プラスあって六角のナット、大体の工具がこういう構造なのに対して UAGFB の工具っていうのが、まあ、こんな感じでなんかかっこいいですよね。キーホルダーになっててプラスがないやんって思うかもしれないんですけど、まあ、ここ六角ナットのツールになってるんですけど、これ実は回るんですよ。で
回していくと外れるんですけど、なんとここにプラスが出てくると。めちゃくちゃかっこよくないですかこれ。この工具はほんまに革新的ですよね。かっこよくないですか、ほんまに。キーホルダーで持ち運べるし、まあ、こういうところもちょっと他と違ったりして面白いですよ。で今回このコンプレート以外に2つちょっと買ったものがあって、まあスペアパーツとしてなんですけど、ロックナットなんでまあ外れることはないんですけど、もしなくした時用にっていうことでスペアで、まあ、ロックナット新たに買ったっていう感じで、こんな感じで買ってます。でもう一つがグリップテープも、やっぱ消耗品なんで、スケボーやったらデッキテープ終わる前にデッキが折れたりするんですけど、指スケの場合まずデッキ折れることないんで、先にグリップテープが消耗しきっちゃうんですけど、まあ、その時の替えのグリップテープっていうことで、こちらのゴリグリップっていうグリップテープですね。これ今ついてるやつがそのゴリグリップなんですけど、めちゃくちゃ食いつくグリップテープです。びっくりしました。正直初めてこんな食いつきを経験したから、もう半端なくこのゴリグリップ、もう名前の通りですよね、ゴリゴリに食いつきます。まあ、そんな感じでおすすめのスポンジグリップテープになります。で裏見るとこんな感じで待つっていう風に漢字書いてるんですけど、3種類あって、この松っていうのが一番グリップ力のあるグリップテープで、中にはグリップしすぎるのが嫌いっていう人もおるんで、その人たち向けにグリップ力をちょっと下げたグリップテープっていうのもあるらしくて、まあ、そんな感じで3種類展開してるみたいです。まあ、今回買ったのはこの3つっていう感じで以上になるんですけど、なんとですね、 UAGFB さん、僕の YouTube 見ていただいてて、サプライズでおまけつけてくれてたんですよ。いやほんまにありがとうございます。でそれなんやねんっていう話なんやけど、なんとですね、デッキとウィールつけてくれました。いやほんまにありがとうございます。結構値段にしたらこれ高いはずなんですよね。多分4000円とか5000円ぐらいするんちゃうかな。いやほんまにこれもらっていいんですかっていう感じの、そんな感じなんですけど、多分これ新作のやつですよね。 UAGFB のオリジナルデッキ、こんな感じでグラフィックも派手でかっこいいですね。でこっちがハックウィールなんですけど、これについてるハックウィールと違って、こっち若干サイズ大きくて、よりよく回るウィールっていう感じなんかな。多分そんな感じだと思います。この2品に関してはまた今度違う動画で、開封動画っていう形でやりたいと思います。いやほんまにありがとうございます。あとはこんな感じでステッカーですね。ステッカー類こんな感じです。僕部屋のドアにめっちゃステッカー貼ってるんですけど、その部屋のドアにちょっと貼っときたいと思います。そんな感じで紹介は以上になります。ほんまに久々になんかいい買い物したなっていう感じで、皆さんもいいなって思ったらちょっと買ってみてはいかがでしょうか。ということで指つけていきたいと思います。We've been talking for an hour. We just can't find the end. We won't understand each other. I wonder how it feels to fall asleep and love the one that's next to me. I don't know why I'm stuck around with you. I've been told I should go find myself again. You're taking my soul, everything I own. Poison in my head.Why we can't move on, I think we're scared to be alone. We had our times, but now I know that they are gone. Wonder how it feels to fall asleep and love the one that's next to me. I don't know why I'm stuck around with you.